アロン・ヨーハンソン、1990年11月10日帯は、アメリカ合衆国、アラバマ州モービル出身の元同国代表のサッカー選手。レフ・ボズナン所属。ポジションは、センターフォワード及びウィング。初期アイスランド人の両親の下で、アメリカ合衆国のアラバマ州モービルで生まれ、3歳の時に、一家で母国のアイスランドへ帰国する。 2000年に UMF フィオルニルの下部組織でキャリアを始め、2005年にはブレーザブリック U ブックに移籍するが、翌年にフィオルニルに復帰している。その後、交換留学生としてアメリカの高校に編入して2008年に卒業するまで在籍しながら、2007から08シーズンはフロリダ州ブレーデントンにあるイムグアカデミーでプレーした。 2008年フィオルニルのトップチームに昇格し、一部でプロデビューを果たした。翌年からはサイドの選手として出場機会を増やし、対談するまでの間に37試合13得点、特に最後のシーズンは2部ながらも12得点を挙げた。オーフスフィオルニルでの活躍から、国外のクラブの関心を集め、2010年8月下旬に、デンマーク2部のオーフス GF と契約する。 遺跡当初の出場機会はあまり多くなく、主に控えとしての日々が続く中、2011年4月16日のビボー FF 戦での見事なパフォーマンスがきっかけとなって定位置をつかみ、チームの一部昇格に貢献。4月28日にアウェーでのビズオアイフ戦で遺跡後初得点を挙げている。一部でプレーすることとなった2011から12シーズンは、 2011年7月18日のリンビーケ k で初出場を飾るもなかなか得点を上げることはできず、また開幕前の夏にセイレンラー戦が加入してきた影響から定位置争いが活発となったことで一時期控えに格下げとなる事態もあった。しかしペーター・グラウルンドの重傷によって再び地位を取り戻し、11月7日のアウェーでの第15節、 スナユスケ戦で待望の初得点を挙げ、最終的に7得点を挙げた。翌2012から13シーズンは、2012年8月27日の AC 放線戦にて、リーグ史上最速となる3分50秒でのハットトリックを達成し、さらに追加点を挙げて試合開始からわずか16分で4得点を記録。その後も得点を量産し、10月6日のセナリスケ、 1000のペナルティーキックまでで6試合連続を上げて12試合11得点と、昨季の得点をあっという間に超える成功に満ちたものだった。AG オーフスでリーグ最多の14得点を上げる活躍を見せる中、2013年1月29日に、推定移籍金1200から1500万クローネで、オランダ一部の AG アルクマールと2017年夏までの契約を締結し、 4月14日の FC、ユトレヒト戦で移籍後初得点を記録した。翌2013から14シーズンは、8月11日に、昨季王者アヤックス戦の PK での決勝点、約月25日に、リーグ首位である PSV アイントホーフェン戦の決勝点といった競合との重要な試合で、チームの勝ち点3獲得に貢献し、 10月20日の SC カンブールレイワルデン戦で2得点を挙げた。また、KNVB では9月25日のスパルタロッテルダム戦でハットトリックを達成している。ブレーメン2015年8月5日、ドイツブンデスリーガのベルダーブレーメンへ2019年6月までの4年契約で完全移籍した。ハンマルビー2019年7月、ハンマルビーイフに3年契約で移籍した。 レフポズナン2021年2月、レフポズナンに加入した。アイスランド代表として2011年から U-21 代表でプレーし、2012年10月3日には2014、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のスイスとアルバニア戦で A 代表初招集される。しかし、足の負傷のため出場機会はなかった。そのため、 アメリカ出生であることからアメリカ代表としてプレーする資格を保持しており2013年5月16日に突如としてアメリカ代表のユルゲン・クリンスマン監督はヨーハンソンが近い将来アメリカ代表としてプレーするだろうと語ると7月29日にアメリカ代表としてプレーする決心をつけるとともに関心を寄せてくれたアイスランドのコーチに感謝を述べ アイスランド代表の未来が素晴らしいものになるようにとの内容をヨーハンソン自身のフェイスブック上に公開した。2013年8月13日に FIFA フフから代表変更が承認され、翌14日のボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合でエディ・ジョンソンと交代で63分からアメリカ代表としてデビューを果たす。10月15日に 2014FIFA フフワールドカップた。 中米カリブ海予選のパナマ戦で初得点にして決勝点を記録した。ありがとうございます。